チャールズ・ラウンレット・フリントチャールズ・ラウンレット・フリントは、アメリカ合衆国の財政家、投資家で、US ラバー、CTR などの合併劇を演出し、人々は彼を、やゆ的に、トラストの父と呼んだ。チャールズ・フリントは1990年に、メイン州トマソンで、ベンジャミン・チャップマンを父親として生まれた。チャップマンは後に、母方の叔父の養子となり、フリントという姓を名乗った。 家族は1837年メイン州からニューヨーク市へ移転して、ベンジャミンはジャップマンフリント社で働いた。1868年、チャールズ・フリントはブルックリン・ポリテクニック・インスティチュートを卒業した。1871年、フリントはギルカリスト、フリント &CEO でパートナーとして働き、この会社は後に多角経営の W.R. グレースとなる。 1876年から1879年にかけてフリントはチリのニューヨーク領事ニカラグアの総領事を務めた。1892年フリントはいくつかの会社を急合してゴムタイヤ関連会社である US ラバーを設立した。1893年には何隻かの船を整備してブラジルへ収めた。彼はチリ海軍からエスメラルダ号を買い、 エクアドル経由で大日本帝国海軍へ売り渡し、これは日清戦争に防護巡洋艦、泉となり、義和団の乱の鎮圧、日露戦争の旅順攻略戦と日本海海戦に参加する。彼は、チクレットチューインガムのアメリカンチクル、毛織物のアメリカンウールの合併へも成功している。1911年、彼は4社を合同して、新しく CTR を設立した。 これら4社は互いにあまり関係ない会社で、ある子会社の業務が思わしくない都市は他の子会社の業務で補うだろうというもので、当時としては珍しく20世紀後半に盛んになるコングロマリットの走りのようなものであった。この合同会社は1924に IBM と名称を変え、彼は1930年に退職するまでこの会社の取締役を務めた。 プリントは1934年、ワシントン DC で亡くなった。ありがとうございます。